具合の方はいかがですか？お見舞いに行けなくてすみません。はい、でもちょっと寂しかったですよ。ゆうとくんに拒絶されているような気がして、無理やり押しかけて来ちゃったとか、やればよかったって後悔しました。ダメです、こういう時にやらないと意味ないのです。ここに来たのってもしかしてあの時以来でしょうか？いろんな木が見られそうですね。いえ、ゆうとくんのことは木よりも好きですから。ここは、なんだか不気味ですけど、よく来るんですか？そうでしたか。それで？それで？ゆうとくんは赤いろうそくと人魚のお話を覚えていますか？人魚の赤いろうそくは不吉な証です。見売られていく女の子が絵を描き終えられなくて塗りつぶしたもので、そのろうそくがお宮に上がるたびに海は荒れて大嵐になったのです。だから、私、こうしてゆうとくんからろうそくをいただけるのが、とっても嬉しいのです。罪人である、私のために。私のために、ゆうとくんが作ってくれたんですよ。私、とっても幸せです。このつながりを、どうか立たないでくださいね。
とっても嬉しいです。ゆうとくん、病み上がりなのに無理しているんじゃないですか？言いたいことがあるなら言ってください。楽になっていいのですよ。そうでしたね。疑ったわけじゃないのです。先ほどは本当に素敵なプレゼントをありがとうございました。私もいつか絵が描けるようになったらな。このトラウマ、いつか解消できたらいいのに。そういえば、デートの話どうなりましたか？いいですね。見つけに行きましょう。